これはまずいと思うよ。そうなんですよ、そうなんですよ、そういうことがあったんですよ。でね、その境監督、もうスタートをしましたけど、その境監督って出るたび、なんかこういうところで境っていう名前が出んでもいいのにって思いながら。あれって境監督なの？境監督、境監督、境でしょ、やっぱり境監督なの？境監督、境絵じゃない、境監督よね、絵なの、境るの、そうですよね、じゃあ境監督、うん、そう、くしくも栄つながりでちょっと話題が、そう、前までね結構栄っていうのが、ね、さあ今日のゲストさんがいらっしゃいます、はい、どうぞもうはいどうぞあ、座ってもらっていただきます。はい、皆さんこんばんは、こんばんは、生アットマーク広島アクティブリング、今日はなんと403回目です。おめでとうございます。400回いたら私は何歳かな。いや多分ほどなくまあ私だったら30歳ぐらいかね。あ、とうとうちょっとここに問題が出てきましたよ。私は10歳かな。もっと問題が出てきましたよ。君たち後で説教ね。酒井さん顔が映ってないです。あ、映ってますからね、はいはい。今日はですね、酒井ちゃんの一応本人は酒井のお留守番隊にしてるんですけど、私は酒井ちゃんのお留守番隊というふうに呼んでおります。ちゃんがつくんです。はい、ちゃんがつきます。ちゃんつき、はい、で今日のゲストは、うんうん、もうなんか初めて会った気がしますからね。これまでに何ですか。そして多彩すぎてなんか一つに絞りきれないという、うん、小作恵美さんです。はい、よろしくお願いします。小作な小作です。ご紹介する時も、ちょっと紹介しにくかったのでもう Facebook 見てください。そう、私やっぱ広島の MC と呼んでます。いやいやいや、もうそんな敵に回す広島の MC の人たちを大したもん。いや、大丈夫大丈夫、みんな怖い、すいません、すごい、いや、まさか本当に見て、この今一瞬で全然汗かいてます。全然汗かいてます。この怯えた振り、すごい、全然汗かいてなかった。いやいやいや、ちょっと冷たかったじゃろ。怖い。そう、私も忘れるといけないから、うん、ちょっと先に言っておくんですけれど、うん、クリスさんが京都へね、行かれるので、うん、第5週がある時がちょっと空いてますって告知していましたら、今度から福山から配信できることになりました。じゃあ福山行くの？行かない、私の弟子が他人任せ。違う、監修のもと。監修のもと、はい、監修のもと。顔出しちゃったらいいの、見せてください。そうですね、もう4月から少し、うん、フェイスを変えて、紹介しよう、どなたがするんです？いや、ここにはいらっしゃないんですよ。あ、そうなんですか。まあ、自分も出ますけど、はい、もう一人はもう48、49歳。いや、それがさっきお聞きしたら、うん、その引き受けてくださった動機というか、その理由がもう振るってる、上津田さんの動画を見せて、うん、いや、あの人がこれぐらい言って大丈夫だろ、俺もいいだろう。じゃあやっぱりそういうディスル関係の人ですね。いや、ディスルはしないですけど、ないけど、その、まあ、好き勝手言っていいと、だから緊張しなくていいっていう。だから録画残せない人でしょ。なので、なんか飲みながらやってもいいですかっていう話なので、まあ、好きにやってください。え、飲みながらやっていいんだ。別に、はい、何もない。昔あれ、お酒持ってきて飲んでた人いましたよね、ここに、うん、飲みながらやった。カキさん、いや、他の人、お正月に飲みながら、うん、飲みながらやったり、今日車来なかったでよかった。お鍋、うん、そうそう、お鍋つつきながらやったこともありました、お正月に。え、今度あれやりたい、闇ダメ式放送。え、怖い。真っ暗、そう、真っ暗で、今何言ったら声だけ。あ、そうね、声だけでグツグツ、今これ何食べたっていう怖い事故みたいな。相当怖いわ。赤外線カメラでね、料理だけ映る。あー、怖い。何取り寄るかわからない。お金かかりそうですね。いや、面白そう。うん、気持ち。それ何やりたい。そうですね、いろいろやりましょう。いろいろ。
はい、今日は小崎さんがあまりにも、うん、あの多彩なので、うん、ちょっと、サクサクといかないとね、サクサクといかないと最後までいけないかもしれません、はい、そんな小崎さん、はい、あの、はい、私とほとんど生年月日は近くでですね、そうなんよね、うん、先月のね、そう弥生先生には教えていただいた分がいろいろ似てるみたいな、はい、うん、気をつけないといけないところがもうこの2人も双子のように一緒ですそうそう仕事でポカが、ねね、多いとか、あ、バスレンボとか、あ、なるほど、気をつけましょうね、そうですよね、リンリンランナみたいなですねポカなんかね、みんな、あ、わかるかな、私はわかるけどそれは心がわかる、分かる、分かる、ちょっとあなたたち、あなたたちに聞いてないちょっともう怖いわ本当、いや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 、でも、うん、若い人でも最近あの古い歌を知ってる人が結構いて、うん、カラオケなんかでも結構古い歌を歌ってるんですね、うん、でどうしてって言ったら、なんかあのお母さんお父さんの年代、うん、と一緒にカラオケ行くじゃないですか、最近、うん、なんか母がよく歌ってるからとか言って、私が小さい時に流行ってた歌とかを歌ったりして、ちょうどいい振り、そんな小坂恵里さん、はい、実はですね、すぐいきなり行きます、はい、あの何をされてる方っていうところから始まるんですけども、はい、そこからですね、あの歌声喫茶って聞くだけでなんかイメージって出ます？私ね、歌声喫茶を経験してない後の年代なんです、うん、あら、そ、一応これはちょっとなのでリアルタイム歌声喫茶は知らない、うん、お歌のお姉さんもされてる、行きたい3月に来てください老人会社会福祉協議会とか老人会3月3日お昼ですか、はい、あ、何時頃、何時からでしたっけ1時半から3時半まで1時半から3時半まで、うん、3時間ちょうど日の人形にならないといけないいや、私あの夜はね、あの、うん、行くので、はい、お代理様と行事がありますので大人の行事があります、楽しそうということですね、はい、この歌声喫茶っていうのにまず聞いてみたかったなと思うんですけど、なんだろう、何ですか歌声喫茶って、うんうん、歌声喫茶っていうと、ともしびさんとか東京の方で、あちらの方ご覧になる、あの東京の方ではすごく活躍されていらっしゃる方がいるので、うん、歌声喫茶っていうとなんか商標みたいな感じで、うん、ちょっとこう睨まれるので、うん、歌サロンとか歌声サロンっていう、歌声喫茶っていうのもちょっと登録商標みたいな雰囲気、そうそう、もうチラシ作ってありますよ、歌声喫茶そう、歌声喫茶じゃないんですよって言ったにもかかわらず大丈夫よねって言ってました、この会長さんが点々なくせたらいいんですよね、歌声喫茶とか、あ、そうだ、ね、かわいいと思う、歌声とか、そうか、歌声喫茶ってずっとね、通りがで通ってるからね、うん、あ、そうなんですね、だってやっぱり歌声サロンっていうより歌声喫茶の方がどんどん、じゃあ歌声喫茶ね、歌声喫茶で何をされてるんですか、小坂さんは、これで、うん、さあ皆さん歌いましょうっていう役です、さあ、はい、さあ皆さん歌いますよ、手を挙げてのんですもう皆さんの方がもうすごく知らせるのでそうそう、知らない曲の方が私の方が多いので、うん、もうリクエストを出していただいて、そのリクエスト曲、はい、何ページ何ていう曲いきますよっていう歌本、歌本があるんですね、はい、あ、歌本、その歌声喫茶でよく歌う歌本があるんですか、はい、はい、歌声喫茶、どんな歌を歌うんだろう、はい、これ去年やったものなんですけど、はいはい、カラフルな歌、カラフルな歌、はい、ちょっと待って、緑のそよ風、うん、知らない、青い山脈知ってる、知ってる、青い目の人形、あ、知ってると思う、青葉の笛知らない、青葉城恋歌知ってる、うん、あ、ちょっと待って、青葉城恋歌の城って上じゃないの、これ、あ、城ですね、あ、ごめんなさい、そうですね1時間ぐらいこれずっとごめんなさい、赤い靴は知ってるよ、はい、でも知らないのがある、結構そうですよね、金髪のジェニーって何、うん、あるんですよ、ちょっとだけサビ歌ってください、金髪のジェニーまだあるなんて
ちゃったのお姉さんの歌声聞きたい。いやいや、もう少しあの私の得意分野で歌いたいな。得意分野って、どじゃあ得意分野歌ってみて。待て待て、言ったから、ね、また今度でお願いします。恐ろしい番組ですね。言ったことで全て。お祭りマンボは知ってる。いいですよね。お祭りマンマルチ。美空ひばりさん、うんうん、おいらの隣のおじさんはのです、ね、うんうん、すごいよく知ってる、ね、あ、私はなぜか方言列車が行くも知ってる。今すごい浸りよ。列車結構知ってる曲ですよね、はい、今ちょっと青春の、青春の今、時間に入りました、うんうん、これをだからみんなで歌う。歌うときにエリさん自体が3入っていながら一緒に歌ってくれるんです。はい、じゃあ私について歌いましょう。私と一緒に大きな声で歌いましょう。私より大きな声で歌ってください。何か歌って。そんな話だったけど、歌って、なんか歌のお姉さんみたいな声なさってるよね、なんか、うんうん、あ、岩壁の母とかあるよ。ダメでしょ。来ましたってやる。行きましょう、高橋さん。私この時代の、ね、歌が大好きで、うん、私岸壁の母はあれなんだけど、うん、なんかあの私木下圭介劇場っていうか木下圭介アワーっていうのが昔あって、はい、あのドラマのあれがその時になんかね、喜びも悲しみも幾年月かな、うん、それはこれ歌あの歌流れてた。歌ってください。だからすごく昭和32年って書いてある。知ってる。おいらみさきのじゃなかったっけ。そうです。東大森は妻と二人で声出してエリさん大きく船の、ね、はい、無事を祈って火をかざす、火をかざすじゃない。昔のことはよく覚えてる。言われますよね。私だからその木下圭介アワーって知らない。なんか木下圭介さんっていう有名な、ま、木下圭介さんドラマのありましたよね。そう、脚本家さん、監督さん、監督さん、監督さん、あ、アワーっていうか、まあ、番組ですよね。じゃあそういうドラマのそのシリーズが、うん、その人が制作したか、うん、いや、すごい楽しい、ね、楽しいんですよ。これ楽しいっていう、そこで、だからこの3月だったら第2水曜日と、うん、第2水曜日、あ、10時からの部門と14時からの部門があるんですね。部門なんか年齢何歳から何歳までとかないですね。はい、あ、年齢制限はない。ない。あ、そして今度また、第2木曜日、水木であるんですね、今度はは。そして水木でまたこれ14時からお昼ですね。はい、いいですね、うん、あと第4月曜日お昼の方が出やすいよね、うん、ちょっとあの、うん、昔の少年少女はね少年少女上手、うん、アンティークアンティークの集まりそれはちょっと怖いの。いいです、いいです。ほんの少し前の少年少女ね。そうですね。すごいドキドキするんだけど、ほんの少しっていうのが結構幅がある。いや、もうほら、うちの母なんか言うもん、あの私たちの年代になったら、うん、もうまばたきをパチってやったら10年よって言うから、ほんの少しだ。それ神様の領域ですよ、もう。だからもうパチパチっていうぐらいの、うん、多分時間帯だと思う。あ、怖い怖い。だからもうあの多分二十歳はついこの間だと思うよ、感覚的に。でも2、3年って結構昨日あたりですよね。そう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 。いや本当よ。だからなんか去年のことかなと思ってたら、もうそれ5年も前よとかいうことがあるじゃないですかね。うん、そうだからもう ある程度の年齢に行ったら、もうパチパチってやったらもう30年とか。だから昭和生まれが結婚してなかったら、うん、平成、せっかくの平成を飛び越して、うん、次の年号まで独身だったより履歴になるんですよ。すごい、すごいな。そうだ、え、平成ちょうど30年中間、うんうんうん、それ30まで結婚してない人は、うん、つまり1年後独身なんですよ。はあ、怖いでしょ。来年結婚ブームだと思う。ちょっと最近それに気がついて、女30ね、言語変わっちゃうんだろうね。そう、言語が変わっちゃうんで、なんか言語変わったらものすごい生きたような感じ。そう、ね、だから3つ持ってますからね。
そうです、そうよね。そう、3つ、確かにすごい。すごい。おばあちゃん、大正13年なんで、すごいですね。今、93歳。あ、じゃあ、4つ。大正、昭和、平成、運転ね。すごいですね。すごい。うん、私、ちっちゃい時はおばあちゃんが明治生まれだったね。うん、それで、明治、大正、昭和と生きてきたって言った時に、うん、なんか化石のような感じがすごいして、なんかおばあちゃんが生身の人間に思えなかったんですよ。でも今ちっちゃい子から見たら私がそうなのかなと思って、多分生身の人間には見えてない。同じですもんね、3つ。まあね、穴に入れば昭和の枠ですからね。まあ多少の差はあっても、もう大枠ではね、大枠で、昭和で、昭和の人こっち来て、はい、そっちですよ。そう、辛い歌声喫茶店行かないと。はい、もう、あ、でもこれ歌声、あ、うん、歌声喫茶店行かないすごい楽しそうでしょ、うん、それをね、あの、うん、相方のピアノの木村よしこ先生が、はい、本当によく歌をご存知で、こういう歌集をいつも作ってくださってるんで、すごい面白いんですよ。参加費なんと100円。その中でですね、コーヒー、お茶、保険代。あ、何かあった時のために保険代。ここでなんかいろんな、ちょっといろんなことが分かりますね。何かあったら、例えば、まあ、もうちょい喉に詰まらせて。やっぱりほら、イベントするときはね、保険かけますから、うんうん、そう。でもね、コーヒー、お茶、100円で保険代にアフラックもびっくり。でもこれ場所どこでしたっけ。畑の社協さんなんですよ。社協さん呼んでくださってるので、はい、この100円で大丈夫なんですか。多分あるんでしょうね、その枠が、予算の枠が。そうですね、福祉協会さんですからね。なるほどね、うん、でこっちは自分たちでやってるので、うん、1500円から1700円の間で。そう、妥当でしょう、はい。でもこのよしこ先生っていうピアノの先生は、はい、もう私の中では 歌声キクイーンと呼んでるんですけど、歌声クイーン。聞きたいね。聞きたい。もう今生で聞きたい。毎日歌声伴奏して、うんうん、ちなみにおいくつぐらいの方よしこ先生は一回り、うん、つまり、同じ歌です。あ、大丈夫、わかりました。ごめんなさい、よしこ先生。そういうことですね。でも今、あの、ここに熊本に届けようっていう、そうなんです。そういうのもされてる。はい。なるほどね。東北の時にもやりましたし。いや、歌っていいよね、なんか、ね、いいですよね、元気が出るし、聴いても元気が出るし、歌っても元気が出るし、そう、そう、ところでこんなエリさん、今元気に見えるじゃないですか、はい、実はこのエリさんの体ですね、あることが隠れてるっていうよりないんですよ。なんですか。結構、聞いたらびっくりするような病気、何なんかされてましたよね、あの、ちょっと内臓的な、あ、はい、はい、名前がわからない、潰瘍性大腸炎って言って、大腸に潰瘍ができる病気で全部切ったんですよ、うん、安倍総理も同じ病気らしくて、あ、そうですね、私も多分同じ病気、あ、本当ですか、じゃないかなと疑われてるんですよ。そこで悪心いらない。同じ病気だから、だから夫にとにかく病院行けと言われています。あ、もう行って、ね、取ったらもう楽ですよ。大腸炎ということは、大腸を取るとどうなるんですか。ちゃちゃ水分は、うん、あの栄養分は、うん、小腸、はいはい、で大腸は水分を、はい、あの体内に取り入れるところなので、うん、その大腸がなくなるとちゃんちゃんにはなるんですけど、でも、もう痛かったので、痛かったし、垂れ流し状態だったので、もうひどい時にね、目の前にいらっしゃる中村さんご存知ですけど、もうね、本当に仕事中でもシュッと行って、シュッと帰ってきて、だからそれはもう今でもなんか体の中ではこう自分で、あ、おかしいなっていうのがあったりするんです。大腸炎にどういう症状になるんですか。これ言ってもいいんですかね。ストッキングとか、はい、こういう、はい、あのお腹周り締め付けるものがきつすぎたりすると、うん、ご飯を食べたと、うん、キュッとこう締めちゃうと詰まる感じで、うん、救急車で運ばれる感じになる。結構ですね、それ結構なので、もう食べる時には楽な格好で、うん、で正直、まあ、小腸でも吸収されて、うん、大腸になるとある程度の形になってこうきますよね、うんうん、じゃあそういうこういう形のものっていうのはあまりできないですか。何かちょっと大きいそうそうっていうこと
ことですよね。まあ、私は多分あの軽い、まだ軽いとは思うんですけど、うん、あの親子3人で同じものを食べても、うん、私だけが壊す。もうとにかく。量は一緒なんですか？もちろん量も一緒です。もう量も一緒だしあれなんだけど、うんうん、いつもお腹を壊している感じ。とにかくいつも。でも絶対行った方がいいですよ。そうだからもう夫に絶対それは、うん、安倍氏と同じあれがするからもう行けってそう言われてるんだけど。だからもう本当に何回も行きますねやっぱり。ね私ももう取るまでは20回30回が当たり前でした。中学校の3年生の時に発病したんですけど。中 3？ そう。早い。うんうん、早い時期になったので、まあ良かったのか分からんですけどね、うん、大人になったらひどいっていうので、じゃあ年齢関係なくなるもんですよ。関係なく、うん、それは症状としては最初にはもう腹痛、腹痛で血が混じる感じ、うんちに血が混じる感じで、うん、でそのうちねあのケチャップみたいな感じになって、これがシャーってね、そう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 、でもちぎり、うん。続く、そう続いて、うん、特に私は大腸の S 字結腸、はい、S の字結腸、うん、S 字結腸が、うん、そうそう、この部分がもう癒着してなくなってたんですよ。へえ、うん、だから下から肛門からカメラを入れても痛くって痛いでしょ、でもそれがそうそうそう、で気結もするでしょ、でもわがままって言われて、うん、病院ではわがままじゃけん上の方まで見れんかったねって何年も通ってて、ね、今の時代それ通らないですよね。あでもね、うん、やっぱりこのぐらい太ってたので、うん、やっぱ病院も栄養分が行き渡るってことはっていう、あなるほどね、そう、でも大学病院、町田病院から大学病院に移らされたんですけど、うん、大学病院でもそんだけ栄養状態が良かったら手術する、うん、あのことはないよって、うん、でもお腹痛いし、うん、お願いじゃけん開いてくださいって開いたら癒着しやがって、でも8時間、10時間かかって、怖い、そう怖いですね、ちょっと心配、そうそう、で私直腸にいっぱい潰瘍があったんだけど直腸を残したので人工肛門はつけなかったんですけど、うんうん、そうか、人工肛門がいるようになってくるんですね、うん、そうなるとひどくなると、そうそう、えちょっと早く行かないと、うん、早く人工肛門になりますよ、私基本的に、うん、あれなんですよ、ちっちゃい時から緊張す、はい、緊張すると必ずもう、ね、もう気は強いんだけど体が私も同じ同じぐらいでだからもう、うん、なんか特別なことがあると必ずそのお腹を壊すから、私大学受験もお腹壊してまともに受けられなかったんですよ、だから1校目は失敗したんですよ。あのよくなんか受験の時とかに緊張しすぎて下痢になるとか、そう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 、それはやっぱりそうなんですか？だからもう神経過敏もあるし、もうそれもあるし、幼稚園の頃からそうでした。そう、小さで、その頃はあんまり思わなかったんですよね、そういう体質があるぐらい。だけど大人になってもその同じものを食べても私だけ壊すから、あの、うん、でなんで壊れるのかがわからないんですよ。でも何かのアレルギーがあるか、そう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 、精神的なものもあるって言うけど、多分何かのアレルギーがあるじゃないかなって思うんですけど、そう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 、私は牛肉の脂が、お肉の脂を少しでも取るとチャーってなってたので、うんうん、そう、それは消化に関係があるんですかね。ね、それはできない。多分あの今体質というそのこう体が受け付けるものと受け付けないものが、うん、好きでもね、好きでも体がダメだったみたいで、うん、そうそうそう、クミさんご主人苦手でしたよね。あのそうか、それかな、夫のせいかどういうこと、どういうこと、まず楽さまして、おなにご主人苦手なんですよ怖いんですか？え、全然怖くないですよ。ご主人の方が怖いわけないじゃないですか、反対ですよ。だったらご主人スリッパ出してくれるの。マジでさ、すごい手なずけてらっしゃる。いやいや、手なずけてはいないんですよ。もう外面はすごくいいんだけど、うん、それできついわけでもないんですよ、うん、で暴力的でもなんでもないんだけど、うん、ただ、うん、わがままなんですよ。え、わからんわからん。え、なんかすごくできおできになる、あのね、若い時ですごく喧嘩もしてたんだけど、うん、彼はすっごい学んだんですよ最近、うん、だから前はなんかちょっとこう言い争いになったら最後まで言ってたのが、最近はね向こうの方がすごく話題になって、もう以前は私の方がはい分かりましたそうでございますねみたいにちょっとおちゃらけてたんだけど、うん、こう5年ぐらい前かな、ある時から夫はそんなこと言ったこともないのに
なんかかんか言うじゃないですか。そしたら、あの、だって僕、直せないもん。かわいい。いやいや、そうだよ。え、かわいくない、かわいくない、かわいくない。下手す。いや、だから、お前がドラえもんかって思った。だから、えって思って、その、うん、こう、それまでは、その、あまりにも遊びがなさすぎて、うん、ちょっと、言い争いになっても収拾がつかない時もたまに若い時あったんだけど、もう最近はだってこうじゃないのって言ったら、はいはいとかね、そう、上手っていう名のもとのイライラさせるパターン。いや、そうだからね、今までそのなかった技を習得して、うん、だから楽しそう。いやいやいや、でこの間もパッとこう言ったら、あの、だって僕直せないし、ごめんみたいな。え、どうするんですか、みさん、その時。いや、だから、と思って、もう男にしかなるしかないんだけど、うん、穏やか。だから、いつこの技を習得したのか次の上手の技を作らないとダメですよ。そうそう、だから、うん、どの手でいこうかなと思って、うん、今まではそれが私のね、うん、あれで、もう本当にこれできてないよ、くみちゃんとかって言われたら、うん、だって、みたいな言ってたのが、あ、そうか、私。そう、そうですね。私は思ったんですけど。私から習得した。久美さんの、一応注意がされる。久美さんも真似て。ということは、私の技を盗まれたってことね、うん。じゃあ、その上手をいかなきゃいけないね。だよねーって言っとけばいいんじゃないですか。そうね。だよねー。だよねそしたらまた怒るかもしれない。ちょっと勝ったって思って怒らせたことに。じゃあちょっと上手の技をちょっとそれ試してみよう。だって僕分からん、直せないもん。だよね。仲良くしたいんですよね。仲良くしたいんだったらそれ良くないと思う。そうだね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 。そう。え？って言われたら、今流行ってるから。何か。今流行ってるから何か。ブームですが何か。よし、上手の技をね、うん、そうだね、うん、そうだね直せないから、そうだね、練習しとくじゃあもうそうだねで、そうだねで、はい、そうだね、はい、していただきたいと思います、うん、まあごめんなさい、ちょっとこの時点で。いやいや、面白い、まあ、そしてですね、うん、サクさん、なんかそういう、まあ、体とかいろんなことがありながらでも、はい、このなんていうでね、もう本当ポジティブな感じだなって思うのが、うんうん、あのリレーフォーライフっていう、ちょっと私聞きたかったんですよ、うんうん、ページを見た時に、なんだこれは何かに貢献してる、ね、うんうん、あれはどういった方の集まりなんですか。がん患者と、はい、がん患者を支援しているサポーターの皆さん、うん、家族だったり、うん、医療関係者だったり、そうですよね、うん、なんかこう、うん、私たちはっていう、そう読みました私、うん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 、日本の中でもいろいろあるんですか、場所が。そういった、そうそう、各都道府県で、うん、はい、大阪発祥なんですか。アメリカ発祥で、そうそうそう、アメリカ発祥で、東京がまず最初に、なるほど、ね、関東、東京みたいな関東で、うん、カンニングペーパーとして、カンニングペーパーでもあの最後のところにね、あの、私たちはがん患者であっても働きながらっていうのとか書いてあって、うん、もういいなと。そのサポートっていうのは、お仕事をまあ紹介したりとかもするっていう、そういうのも、うん、あのしていきましょうっていう動きが、対談協会とのこうすり合わせて作っていくっていうふうになってきてるみたいなんですけど、うん、あの中央の方はね、うん、でもなんか今まずはがんでもいいじゃんっていう、が、うん、っていうのは今3人に1人とか、うん、2人に1人とか言われていて、うん、もう3、4人に1人は亡くなる時代で、うん、で自分が今なってなくても、うん、私これをやっていこうと思ったのは、うん、完全ボランティアでかかりたいなと思ったのがね、うん、やっぱり自分がなった時に、なった瞬間から仲間に入れてくださいではなく、うん、そういう知識を持っていたら、うん、自分じゃなくても自分の大事な人が困っていたら、うん、こういう頑張ってる団体があるよって紹介できるなと思って、うん、でここではもう本当に奇跡を起こした方もいらっしゃって、うん、スキル性以外、本当に進行が早くってっていう、うん、それをあのマラソンを止められてたマラソンを走ることによって、うん、いい物質が出たんでしょうね、体内から癌細胞をやっつけた。そう、それでも毎年マラソンにね、あのマラソンいくつか走ってらっしゃる方もいらっしゃったり、もうその方の闘病の生活、闘病の話、うん、告知までの話、サクセスストーリーを聞けたり、まあ、今実は看護師さんの方も多いんですけど、うん、看護師さんでもあの
指揮を取ってる先生とか、そういう方たちの話も聞けたりして、それでもやっぱりこう医療従事者として、私たちに入院した時にサポートしてくれる、笑顔でね、そういう人たち、すごいなと思って、がんになった方っていうのはどなたでもそこに入れる、入るというかもう勝手に参加、ここが毎日になりますよ、来てくださいね。私の友人が最近ちょっとがんになりまして、まあ、大変なんですよ、小さい子抱えたのが、であのやっぱりなんとなくしんどいんですよね、いろいろが、いろいろ、もう本当にいろいろが、でそういった方がもう勝手に行って、さあそれからっていう、どんなお助けをしてもらえるんだろう、やっぱり受け身しかないと思うんですよ。友達になれますよね、友達になると情報が入ってくるので、なんかね、広島市内があんまり、これ広島とビンゴ、ビンゴのビンゴ、福山とか、そうそう、あっちの方とこう、毎年交互にやってるんですけど、こっちは実はあんまり主になってやってくださってる人もいなくって、いらっしゃるのか、そうそう、いるんだけども、トップの人たちがやっぱり忙しくって、このリレーフォーライフにどっぷりっていう感じじゃないんですね。だから各病院で多分あの癌のサークルみたいな、子宮癌のサークルとか、肺癌のサークルみたいなのがあるんだろうけども、やっぱり大学病院とか自分が入院していてもそういう情報があまり張り出しがないので、自分で見つけていくしかないかなっていう、こちらの広島市内の方が検索検索で、あっちの方は、あの浜中先生っていう皮膚科医の先生が入院されてらっしゃって、もうこういう思いをあの悲しい思いとか、そういう現実からを自分が知ってるので一緒に立ち向かっていきましょう、がんを撲滅していく支援のお金を募って、24時間リレーを歩くだけで歩くことで、まあ、来てもらって歩いていくと、まあ、1000円なんですね、あの入場料が、その1000円を積み重ねていったり、そこで物販あの作ったものを販売したり、でブースがたくさんあるんですね、あの乳がんのグループとか、子宮がんのグループとかで、そこで私たちこんな活動してますよっていうチラシとか配りながら、また作ったものを売りながら、それが収益金となって大がん協会に運ばれ、でそこでがんをやっつける薬研究に役立ってるんですけど、そういう医療の方に回ってるんですね。そう、患者さんに行くって直接っていうわけじゃないんですね、医療の方に回って大元の方から根元の方が全然運んだ、そこでやっぱりあのがんでも仕事を斡旋していきましょうっていう、大丈夫、やっぱりこうがんになるとそうですね、働きにくくなったりする方もいらっしゃるので、休むからお仕事、でそういうのもサポートしていけるような、あの取り組みを始めてるみたいなんですよね。ということは、あのお仕事でも、もううちはがん患者さんでも大丈夫ですよっていうところをご紹介していただける。ありがたいね。そう、まずあの雇用保険にね、加入したいですよね、どうしても。まあ、なんかあった時っていうのがまたありますから。あ、そうなんだ。そういうのをやっぱり中央で頑張っていらっしゃるので、早く広島でもね。そこで知らないだけでできてるのか。メイン MC か何かされてるんですか。メイン MC か何かされてるんですか。それがですね、こういうスケジュールなんですよ。あら、どこかいね。1日目は1時から開会式があって、6時ぐらいにルミナリーセレモニーっていうホープ、願いって、あの LED のライトアップがあるんですけど、そしてナイトウォーク、みんなで一斉行進をしていく。で、2日目がラジオ体操から始まって、よく24時間経つ13時に閉会式があるんですけど、私は毎年この開会式とルミナリーセレモニー、でそこで文章を読んだり、皆さんがルミナリー、あの紙袋にメッセージとか絵を描いたりして、でそれを500個とか700個並ぶんですよ、ホープっていう、あと会場を歩くところ、グラウンドをぐるっと500個の、その中でいいなと思ったメッセージを、届けたいなと思うメッセージをこう集めて皆さんに紹介したりとかっていう、そのセレモニーの司会を。3日間もあるんですね。2日間、1時から翌1時まで、まあ、そんなにあるんですね。私あの何時間かのイベントみたいな感じで考えてた、でそれも定期的にこうやってるんです。そう、毎年。次広島ではいつ、9月になるんですけど、今度は尾道の小学校かな、どれぐらい歩くんですか。グラウンドを一周全員でして、あとはあのやっぱりがん患者の方は、風邪だったら悪いので、
生命保険会社さんとか、はい、各病院のスタッフさんたちにタクスキを託して歩いてみた。そこにはね、青年、壮年走ろう会さんとか、マラソンが趣味の方とかも来てくださって、あの CM でもあの働きながらがんを治してますみたいな CM が今ありますよね。今度はね、9月16日と17日、16、17、9月の16、17って言ったら、はい、日曜日と月曜日で、はい、祝日の、あ、はい、祝日なんですね、はい、これはそのがん患者さんとそのご家族も一緒に行っていいんですか？いいし、もう一般の元気な方、うん、逆に元気な方に来てほしい、うん、元気な方に、それもとするといっぱいあるでしょうからね、うん、もういきなり見に行ってもうパッと入れて、はい、いいんだ、うん、あ、そうなんですね、はい、でその、うん、この間歩いてる中でも、はい、ステージはずっとステージで盛り上げてくださってる音楽、太鼓とか流れてるので、それをご覧いただきながら、まあ、会場が別のこともあるんですけど、その音は、はい、あの外にも聞こえるので、うんうんうん、聞いていただきながら、9月の16、17ですね、はい、に尾道の栗原小学校、栗原小学校、尾道の栗原小学校、うん、覚えやすい、はい、うん、1時からスタートするので、はい、12時くらいには来ていただけたら嬉しいです、はい、最初からが見れる、あ、うん、ま、見れますよね、そうですね、早く見ていただく、なんだっけ、リレーフォーライフ広島で検索をしていただくと、うんうん、当日あのマンモグラフィーとか1000円で受けれるんですよ、はい、おなので、それも早めにあの何名締め切りとかあると思うので、うん、早めに普通 の, あの、まあ、自分は健康体だろうって言ってる方がマンモグラフィーできるんです、うん、マンモグラフィーって挟む分でしたっけ、そう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 、うん、痛いんです、それあのあれね、なんか黒いね、あのスパッツっていうのね、ああいうの履いてたらね、エガちゃんみたいなポーズだ何それね、知らないですまああの測る時ね、上だけ脱いでください、下黒でしょ私やっぱりやる前鏡があるんですよ、これ等身大の見てから一回こうありましたもん一緒に受けたいおかしい、一緒にこうだからその後言ってからクサーってさ、パーイのやるなるねおっぱい入れてってこうやってこうやるの、うん、結構痛いね、うん、あ、その時ブログ書いてたから絵に描きましてこうやって離れるみたいな、とか言って、うん、痛いの、うん、痛いです、確かに、うん、早めに、はい、ね、リレーフォーライフをね、もう今すぐ検索していただくと、うん、これまでの様子が写真でも見れるので、はい、はい、ぜひぜひいらしていただきたいです。多いですよね、本当に多いと思う。私の父もがんなんですよ、3年前から。あ、そうです。それがですね、本人には一応胃が悪いんだってって言ってたら、そのまま何事もなく普通に生きてます。でもそれがいいかわからんですよね、年取ってて、あの、いろいろ出ないんです、心臓なんですけどね、普通弱るんですよ、けど何事もなく普通に生きてますね。私も忘れてます、私もでもそのくらい元気だったらいいですよ ね、 いいね、うん、なんかちょっとしんどそうにしたら、あ、しんどそう、あ、そっか、がんだったわよぐらいでそっか、本当に勝手ですね、本当にね、いいな、うん、そうそう、あの、うん、母こき使ってますもん、その父は。かえってその明るい方が生きるエネルギーが出ていいのかも、うん、あの暗くなってしまうと、うん、負のエネルギーがなんかこう、そうですよね、いろんなものを蝕みそうな感じがする。やっぱり元気でないといけない、ね、うん、気持ちがね。ナチュラルキラー細胞を出してね、ナチュラルキラー細胞、うん、いいエネルギーね。あ、がんってね、あの、告知するしないけど、言ったら周りがしんどいタイプなんですよ。あ、うん、私はガンだって一日中多分ね、一箇所でね、へこむ。知らないで見てる方が。確かに。しんどいんだねって声かけれないの。うん、もうこっちがしんどいわってなる。なるほどね、そうそう。家族やっぱりよく知ってますね。でも何があっても死ぬ際まで言う、まあ、みたいな、うんうん。そんな感じで。あ、そう、胃が悪いまま、ね、うん、何になっていただこうかって思ってます。本当に。でも元気だったらね、呼吸器使ってもらえるぐらいだったらね、いいですよね。というお父さんがいつも次に来てくれますもん、全部家の周りの看護が持って。すごい、いいですね。うん、まあ、でもあの、うん、好きなように生きてきたから、うん、でも、なんかそこまで頑張らんでいいよって、うん、もう、あと、そう、自然のまま行かれて、うん、ね、いいなって、もう、思うようになってきた。やっぱりなんか、寿命だけはね、なんか、うん、あの、私たちでほら、うん、いろんなことできるって思い込んでるけど、うんうん、もう人間ってほんと愚かだから何一つ自分でできることないじゃないですか、うん、病気になるかならないかもわかんないし、いつ死ぬかもわかんないしね、うん、だからもう
思いっきり来た方がいいと思う。そうなんですよね。やっぱりあのご子息がいらっしゃらないじゃないですか。そう。うちもなんですけど、うん、いないです。子供いない。ちょっと一緒に暮らしましょう。一緒に暮らしましょう。ぜひ。すっごい老後が心配なんですよ。わかります？わかる？わかる？そうなの？うん。あんまり心配してない。でも主人が死んでしまったらどうしようって思う。そう。私兄がいても兄に子供もいないし親戚すごい遠くだし、うん、で年金の計算してもそんなに高い方でもないし、うんうんうん、どんな暮らし方をするんだろうとか言って、うん、すっごい不安になってきて、うん、暮らそう、うん、3人で、うん、私ねなんか楽天的かもしれないけどあんまり老後の心配 してない、うん、私その死ぬその日まで働いていようと思って、あ働けるから、うんうん、だから、うん、その死ぬその日まで働くために、うん、お比べせながら今健康に気を使ってます。あいい、ね、使ってないだから大腸も、あそうだね、そうです、大腸も本人はいいんですよ、本人周りが見ればなんですよ。だからあのうちも老老家族なので、うん、お互いに健康でいることが、うん、あのお互いの孝行だっていうふうに言うので、本当そうそう、そうそうそう、うん、私うちの母なんかあの私と違ってネガティブな人なので、うん、私はいや私はもうダメだっていつも言うから、うん、でもう長くないとかいつも言うんだけど、うん、まあもう83年でお母さんって、まあ、あのそうこれでねあのもうぽっくりあの行きたいからとかでいつも言うから、うん、お母さんぽっくり行くためには元気でいないといけないから、だからそんなネガティブなこと言おうとはダメですよ。だからあそうかとポジティブですね。きっとねダメじゃダメじゃっていう人は大丈夫よって言ってもらいたいだけで、そうそこまでこう思ってないような気がする。どうもねそんな気がする。そうなんです。うちの父もそういうタイプだから、まあ病院が大好き。看護師さんとかがやっぱり大丈夫ですか、うん、ここゆっくり歩いてくださいね、うん、ってすぐ病人になるんですよ。すぐ病人になる。かわいいお父さんだね。もういや、それがさっきまでこうやって歩いてね、うん、うん、うん、めっちゃ泣いてるの。そうそう、やっぱりなんかね、うん、こう、かばってほしいよね。そうそうそう。おばあちゃんと一緒、うちのおばあちゃんは。そんな感じ。私が行くまではすごく悪いおばあちゃんなのに、うん、行ったら、あ、私よろしくな、急に言われるんだ、そうそう、言われるんだ、一緒に住んでる男たちが、さっきまでと違うとか言って本当、このビビーのままも厄介ですね、本当そうなんだけど、ね、私は義理の間だからこう優しく言うんだけど、うん、夫はあの血がつながってるから、うんうん、すごいやっぱそこが遠慮がないよね、だからちょっとなんか頭が痛いとかって言ったら、私はもうお母さん、うん、もうとにかくすぐ病院行ってねって、もう長生きしてほしいから、うん、まあそれは本気なんだけど、うん、で、言うよりのその片方で夫が、大したくないそしたら延々と訴え続けるわけですよ、わかりますか、だから、そうよねって言ってあげたら、すごく安心するのに、それぐらいのこと、大したことないって言うから、いや、そんなことない、ここがこうでとか、いや、そうじゃなくてとかって、ずっと延々喋ることになるじゃない、うん、あと、目の前でちょっとふらついてますよね、あゆかさんたちね、あの、ちょっと元気にいたくて、そう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 、病気に見られたいっていうの前で、はぁーとかやってきて。演技そうそうそう、うん、やっぱりかばってほしいんだ、ね、かばってほしい、だからもう実の息子はかばわずに、うん、もうそんな頭が痛いぐらい誰でもだみたいなこと言うからでもそれはいい刺激だと思いますよ、あれがみんなが優しかったら本当にこう、うん、いい、ね、人になっていくと、そうね、うん、そうかもしれない、ボケな秘訣だと思う、うちのばあちゃんさんもなんかそんな感じの気がする。実際もし自分がじゃあその、ね、リレール・フォー・ライフ行ってて思うのが、うん、眼科者さんでも告示されていい方とされない方がいい方っていらっしゃるじゃないですか、やっぱり、うん、どう自分だったら正直今だったらよく言ってとかよく言うけど、実際どっちがいいですか。私は言ってほしい、言ってほしい、うん、寿命を知った上で、うん、寿命を伸ばしていきたいなと思う、あのそういうね、うん、節制をしていくとか、うん、時間を大切にしていきたいし、家をきれいにしたいし、もう片付けないと、そう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 、もうね本当に恥ずかしいものは全部捨てとかないと、うん、私もだからその時になってみないとわからないけど、今の状態だったら言ってほしい、言ってほしい、なぜなら、うん、その自分 あの計画っていうか、そのやり残したことっていうか、うん、やりたいことがいっぱいあるので、うん、例えば分からないままだったら、うん、なんか自分の命なのに自分が何も知らないで、うん、その行くってなんか
人任せな感じが、だから例えばもうこういう状態よって言われたら、それに対してじゃ あのどうしてもこれやりたいからこれをやっとこうとか、なんかそういうのがあるし、あのちょっと仲違いしてた人とは仲直りを、仲直りをしとかなきゃいけない、それは仲がないようにはかかるんじゃないですか。どうですか？私も言ってほしい、あの片付けないといけない。そうなん、片付けないといけない。散らかってるんですよ、いろいろと。そうなんですよ、散らかってる。私、頭の中もと散らかってるけど、いろいろと散らかってるので。エンディングノートやっぱりね、ある程度作って、でなんか自分の葬式って言っても、来てくれる人がいるのかなって最近ちょっと思ったりして。でもね、私、エンディングノートっていうのは、ちょっと嫌なんよね。あ、そうなんですか？なんか、その、なんか偉大なる存在から授かった命なので、うん、その自分の計画通りにっていうのもなんかあんまり好きじゃなくて、ただまあ本当計画 していくずつこう実行されてるのかと思いました。いや全然何気でこうなってらっしゃるんです。あ、そうです、素晴らしいですね。すごい神さん、やっぱりね、あの延命処置してほしいかどうかぐらいは一筆書いとかないと。あ、もうしてほしくない。それ書いとかない、うん、あ、書いとこう、うん、してほしい。いや、やっぱりね、あのちょうどいい具合の時に生かしてほしい。すごい、ちょっと延命したいのかな。ちょっと延命が、あのやっぱり心残りの時間ってあるでしょ、一瞬、うんうん、でまだみんなとよく分かる、よく話せるっていう時に、ちょっとこうなった時に延命させるか、そしてやっぱり何人かが会いに来てるっていう時、まあ、ちょっとだけ一応生き残って、うん、まあ、お世話になりましたという表情を見せながら行かせていただく。それ延命じゃないと思うけど、そう、それ最後の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 、どうしましょうかいう時の最後の最後の処置をしてくれる。一回はしとってほしい。すごい具体的だ。桜井さんの方が計画的じゃない。結構計画、いろんな不安があるんですよ。もう今年金計算すごいしてます。そういう星回りだったっけ。941どうです、そうです、ちょっとあの次も星号な、あーすごいな。私なんか子供もいないしあれだけど、そこまで心配全然してない。あ、そうなんですね、うん、だってもうこっちは心配した方がいいってやつですよ。のたれ死んでもいいかなぐらい考えた方がいいってこと。私ものたれ死んでもいいかなみたいな感じなので、うん、そんなに心配？うん、そうなんじゃ、うん、でも本当綺麗にあの立つ鳥跡を濁さずじゃないけども、綺麗、うん、に残された人たちって、うん、いるものかいらないものかわからないじゃないですか、うん、自分でそれは決着をつけて、うんうん、いや、もう私はね、うん、そうなったらもう全部捨てようと思ってるんです、うん、いるものいらないものとかっていうそんな選択もめんどくさいからもう手放す。そう、もう全部捨てとこうと思って。でも、癌になりました、もしかしたら2年かわからんし、はい、10年かもしれませんって言われた時にはまだ、いや、だってもうパッと捨ててしまっている時に買えばいいじゃん。あ買えるものだったらね。いやいや、必要なら、うん、それにもう年取ってたらそんなにお洋服もいらないし、うん、そんなにいるものってないと思うんですよね。もうだからその選ぶのも面倒くさいからもう全部捨てます。なるほど。いや、だって私前言いませんでしたっけ、あの、ダイエットの話が出た時に職場でね、で車をやめて、あのバスとかそういうのでやったら絶対痩せるよって、うん、あの言われたんですよ。なかなかあの痩せないねって、もう10年ぐらい前だけど、私もその日のうちに車売って帰りました。すごい。ちょっとすごい。その続きをしてもらって、今車乗ってるんですよ。いや、そう、乗ってる方だけ。あの思ったらすぐなんですよ。そう、自分のあのこうビストロっていうちょっと可愛い、うん、軽を持ってたんですよ。でそれ軽なのに150万もしたんだけど、うん、あの売って帰りました。そしてあの家に帰って車売ってきたって言ったら、うんみたいな。怒らないですし。いやいや、もう呆れてました。で翌日あの会社仕事場に行って、あの今日はバスで来たよとかって言って、珍しいねって言うから、いやだって売った方、あの売ったっていうかね、やめた方がいいって言われたから売ったって言ったら、もうみんながこれはめったにこの人にアドバイスできない。みんな待ってますね。でも私なんかね、こう面倒くさいっていうか、そのこまごましたことが面倒くさいから、もうどっちかなんですよ。清井先生どうですか。いい生き方ですか。
でもストレスたまらないじゃないですか。本人はね、そうそうそう、周りがね、売ったと思ったら買ってきてるんですもんね。なんかね、あの、こう物事を決めるときに悩む時間がもったいないから、うん、一旦捨ててしまうんですよ。で、まあ、いるときにまたあの手に入れればいいかなと。新しい法則を教えていただけた気がする。絶対それは真似できないけど覚えとく。だからなんかあのすごい気にしよう気にしなんですよ、例えば失敗したりとか、うん、だけどちょっと悩んでるうちに、うん、いやこの悩む時間が めんどくさいなっていう気になってくれる、うん、そうするといいや嫌われてもとか。前言ってましたよね、何人もの人がいるんですよね、彼女の中で人格が。 そうそう、そしてその後今度後悔して、そう、うん、だから後悔もするけど、うん、もうその後悔してる時間もめんどくさくなっちゃうから、うん、もういいや、うん、もうあの別にクビになってもいいかなとか、なったら困るんですよ、なったら困るんだけど、まあ、いいか。でもそのぐらいの開き直りが気持ちいいんでしょうね。そうそう、その方が、そうですよ、周りもこういう人って思ったら、うん、楽かも。さっきダイエットの話されてたけど、うんうん、私クミさんと会ってどのくらいかして、すっごいダイエット頑張ってて、うん、なんか着たい服があるって言って、リュウが初恋の人が多くなってなかった。そうそうそう。何それ。そう。いや、私ね、その時のモチベーションの時は本当に痩せたんですよ。そう。一時期すごい痩せてたの。そう。初恋の人と会うと。何歳の時の初恋だったんですか？いや、初恋というか、ちょっと気に入ってた、うん、昔気に入ってた人と、うん、あの、何年かぶりに会うから、もうちょっと綺麗そうなきゃと思って、うん。そしたら、職場の人がまたね、うん、もう、あの、頼むから病院行ってくれって仲良しのジムの人が言って、え、どうしてって言ったら、この痩せは尋常じゃないから、がんだったら困るから病院行ってくれってジムの人に言われて、いやいや、これは狙って痩せてるんだって言うんだけど、その0か100の人でしょ、私。だから、痩せるって決めたらもう徹底して痩せてしまうので、半年ぐらいで。だから、あまりにも痩せようが激しすぎて、あの病院行ってくれて本当に頼まれたことある。まあ狙い物があると燃えるタイプですよね。そうそう。それで、それでその時は、うん、あの若い頃のサイズに、うんうん、あの戻って、うん、でもう全部服を捨てました。その、そのサイズ以外は。大きいサイズを全部捨てて、それで着れそうなのも母に。そしたら母が大丈夫ってもうまたいるようにならないって聞いたんだけど、すごい重要感ですよね。絶対絶対いるようにはなりませんとかって言ってもう全部捨てたんですけど、うん、それから5、6年しているようになりました。お母さん時の服。いやもうでも5、6年だったらね。でも母はもう洋裁師だから自分のサイズに全部切ってしまっている。ちょっと短くて。そういうところあります。その人とは会えたんです。会いました、会いました。どうでした、どうでした。うん、なんかすごい気に入ってくれてて。いやそれ婚活？これ公開ですよね。気に入ってくれてて、はい、いい感じで会えました。え、それ答え？なんかいいんですか？いやいや、いいんじゃないですかね。え、気に入ってくれててっていうのはどういう目的でどういう理由で会ったんですか？いやいや、あのすごい。いつまでも綺麗だねっていう、うんうん、あ、それからも達成したけど、それからまたミリミリと、それから私もね、本当あの先生をあのよくご存じだと思いますけれども、あの本当にね、0か100なんですよ、とにかく、うん、だからもうそれが3年ぐらいはそれで持ったんだけど、もうだんだん慣れると飽きるんですよね。本当にごめんなさい。じゃあご主人は飽きずにね、よかったです。そうそう、夫はお互い最初から飽きてるんですね、確かに。そんな、夫そういうこと聞いたことがあるんですか？夫とはお互いになんか、うん、あの冗談みたいに言うのは、あの結婚生活30何年なんだけど、うん、19年ぐらい単身赴任してて、程よい距離なんですね。うんうんうん、で、今の暮らし方もあのお互いの趣味が違うので、夫はテレビが大好きだから下の部屋であの寝てて、私は上に部屋を持ってるからすごく程よいんです。家庭内なんちゃらです。そうっていうか、その程よく仲良しの距離感っていうか、私あの自分の時間がないと嫌なタイプなので。え、ダメ？いやいや、こういう生き方もあるんだなと思って。平田さん、昔なんか結婚しない人って思われてたって言われてた。あ、そうそう、結婚しないって思われてたみたいで、結婚するって言ったらみんなが驚きました。不適合者ですよね、どっちかって。いや、多分そうだと思う。本当は
結構不適合者ですね、うん、多分ね基本的には、うん、あの適応してないと思いますよ。ですよね、うん、だって私、うん、母義理だけど母と一緒に暮らしてるから、うん、今まで持ってるだけのことで、うん、あ、何するんですか。でもかわいそうで、だってね私ね、ごめんなさい、私小坂さんの話なのにあれだけど、うん、結婚して私ずっとその自分で決める癖がついてたから、買い物でも何でも自分で決めてしまうんです。欲しいものだったらもう自分でも稼いでればさっさと、うん、そしたら荷物が来た時に母がびっくりして大きな買い物は相談してねって言って。そりゃそうだ、あの結婚して家族なんだから大きな買い物ぐらいはあの相談した方がいいと思うよって。あ、そうか、そうだね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 、みんな相談するの。します。大きいってどんなもの。あ、でも栄養先生違うかな、うん、似てる。似てますよ、少年と少女。慣れなかったらいいか。そうです。そこちゃんは。私もまあまあ相談はしたことない。あ、うん、本当ですか、うん、みんな自立してるんだ。まあ、勝手ですよ。ある程度ね、勝手なんですけど、ちょっと向こうも向こうの方が頑張ってくれて、うんうん、じゃないと生活できないって思うと、うん、やっぱりある程度相談があるけど、うん、まあ、自分の何言っちゃったのかっこいい。ただなんか、あ、まあ、相手もそういうの気にしない人なんですよ、うん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 、それなりになんか生活がやれてるから、うんうん、なんだと思うけど、え、相談します。やらいね。え、本当？私はあの AB 型なので迷うんですよ。 AB 型って迷うんですよ。いや、AB 型は、うん、私 AB 型に詳しいですよ。あ、本当ですか。実の父が AB 型で、うん、昨日は、例えて言えばよ、うん、昨日はトヨタで車を買うとか言ってトヨタの人を呼んだんですよ、本当にね、うん、でトヨタで買うんだと思ってたら翌日日産の人が来た。で、昨日トヨタの人に買うけのって言ったのに、なんで今日日産の人を呼ぶんだって思って、だからいいじゃないか別に買うのは俺だと。で、この日産の人と話してるうちに気があったんですよ。そしたらお前のところを買うって言って、昨日トヨタ、じゃ昨日トヨタの人ね、かわいそうじゃないってすっごい私言ったんですよ、うん、あと2人で。そしたら買うのは俺で、俺に権利があるわけだから、昨日はそう思ったけど今日は日産と思ったんだから何が悪いって。あ、それ遺伝引いてますよ。頭いい。そうだそうだ、うん、不動産の血だ。え、私お母さんの血入ってないです。私 A 型だから貴重な、ね、感じだから。お父さんの血です。お父さんの血だ。いや、私昨日 A だったら今日も A なんですけど。え、そんなことないですよ。A の自分にいろいろ悩み出す B ですよ。あ、B の自分に対して反省する A です。え、ほんま。私 A と思ってたけど、でもまあ A と当てられたことはないんですけど。私は B だと今日まで思ってました。坂井ちゃんは何だと。私 O 型です。 O 型、うん、そうなの、うん、いや私ね、あの実家4人家族なのに父が AB、 母が O、 弟が B、 私が A だったんです。あ、結構激しくて。え、そうなんですか。先生は AB 型ですか。私 O です。どうですか。そうです O、 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 ね、なんか適当な感じでいいんですよ。性格いいですよ。いや、だから、ね、私O 型の人は私を許してくれるんです。O 型は AB 型を許してくれないんですよね。え、B 型は許してくれるんだけど、 O 型は、うん、大型の人って結構几帳面じゃないですか。いや、うん、4つに分けるので、そこはもっと細かく見れないといけない。そっか、血型ではあんま決めない。そうよね。そうか、もう今まで出会った大型の人たちはみんないいよいいよって言いながら、これを例えばこっちに置くと、うん、いいよいいよって言いながらいつの間にかこっちに置くといいよって言ったじゃんって言いながらでまた使いやすいからこっちに置けるんだけど、うん、知らん間にこう、あ、これね、ケーキ化してるんです。ここでやったら使いやすいだろうなって思って置いちゃうの。気持ち悪いだろうなって、あの、うん、所定の場所じゃないと気持ちが悪いんだろうなって思いながら、あ、うん、なんかあの置いてあげてるつもりなのと、うん、あと自分の枠の中は汚さない。あ、そう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 、自分のテリトリーは自分の好きにさせてる、うんうん、まあでも血型だってね、4つだから大雑把すぎるので、それは細かい星のもとにまとめて。そんな細かいところで、私細かいかもしれない。はい、実はですね、次のご紹介をさせていただかないといけない時間になりました。ちょっと待って、お札のこと悩んでる。大丈夫大丈夫、ここに出してもらうだけでありがとうございました。エリさんから聞いた話はさっきのあの大腸の話とうちの話、歌声喫茶の話、それから、はい、そしてあの木村先生の話、はい、そして、うん、あのあれです、リレーフォーライフ、リレーフォーライフ、
一応主要なものは聞きました。脳トレとかも聞こうとか思ってたんですけど、脳トレはまた2回目に出てくる。出てくれるんです？もちろん。皆さん出てくれるんですか？はい、ありがとうございます。皆さんうんって言うけど本当かなっていつも私弥生先生の番組をちょっとあの高齢化してほしいです。なんか2、3ヶ月に1回とか、そしてなんか迷える子質よ。うちはいいんですよ。うちはすっごい喜んでるんですよ。どうですか？あ、じゃあ、 あの四季があるように春夏秋冬があってほしいです。私今年はちょっとサザエちゃん気合い入れて宣伝するから。昨日まで開け取っちゃったらしいです。はい、ちゃんと開け取ってる。今日はちょっとごめんなさい。でもちゃんとこうキラキラとかで、今日あのスカーフはちゃんと今日の色が入ってます。綺麗なストール巻いてきてました。綺麗なストール。次回はですね、こちら見てわかる今日カープのチケット、はい、皆さんね大変だったと思いますけど、この方次の来られる方ですね、はい、あの三宅富夫さんっていうんですかね、はい、あの連絡をしたらですね、3月2日まで忙しくて連絡できません言われたんですけど、ちょっとなんかなって考えた後に、あ、それチケットだ。チケットだけのために全て動いてるんです。そうです、うん、今日もこの時間だったら来れるって聞いたら、うん、妻、うん、あちこちの届けに行けたみたいな、そういう方がいらっしゃいまして、大丈夫ですか？ この方は広島である試合全部行かれてます。県外にも行かれてます。でも上には上がいらっしゃって、関東の方から全試合ですよ、カープ戦全試合もつつ裏裏行かれる方もいらっしゃる。本当に下世話な質問して申し訳ないですけど、お仕事だった。私もそう思うんです。どんなんですか？どんなんだと思いますよ。だからご自分が経営してらっしゃるとかオーナーとか、うん、トミーのことは、まあ、トミーに聞いてもらおうかな。トミー言うんです。トミーさん、トミーなんです。トミーさん、そういう方だったら下手にもうカープのこと喋れませんよね。お前何をやみたいな。仲良くなったらチケットも。そうそう、チケットもここにね、きっとあの皆さん行けなくなったらここに頼んでチケット頼んでらっしゃると思うので、私それ考えると、あ、仲良くさせていただきます。それもぜひ、うん、ぜひそのようにさせていただきます。で、こっからの友達つながり旅行行くときに、うん、ちょっとずつカープ寄りに行きたいかなって言ってるんで、団長に行っていただいて、次あくまで友達っていうのを紹介したいんですけど、極力カープ寄りでちょっとつなぎが強い方を行っていただいて、うん、で、雲それはものすごく私は賛成なんだけど、うんうん、そのつながりがめんどくさいから、そのいろんな世話はあなたに任せる。お仕事だけ待っていく。でもこのメンバーに行きたいですね。サザエちゃんの、あの下働きは私はするけど。絶対しないんです。いや、しろ。絶対しない。頑張れ。絶対しない。わかるよね。今日言ってて明日違いますから。いやいやいや。そんなことはない。結構私、律儀ですから。私やる。それやりたい。すっごいやりたい。忘れてますからね。多分ね、頭の中が忙しいから、はい、いろいろやりたいことがあって、はい、ごめんなさい。でもカープ行きたいです。あ、カープ行きたいです。行きましょう。行って1回くらい。もう私はもう本当に今年こそ大瀬良に頑張ってもらった。どうですかね、大瀬良さん。あ、でも堂林くんと大瀬良くんは今年絶対結果が出る年なので、まあ堂林はどうでもいいんですけど、せいやくんはどうでしょうか。足がせいやくんもでも、あの運気が上がっていくと思うので、あ、なるほど。焦らないでやったら、私誰のユニフォーム買おうかなってちょっと思ってたんで、うん、もう大瀬良で行こう。尾形監督はどうですか、今年。まあでも監督がやるわけじゃないので、はい、選手が頑張ったら、もう私ね、大瀬良と今村だけ頑張ってほしい。大瀬良と今村だけです。長崎今、ね、丸行っちゃうかな。ねえ、メジャー行こうかな。メジャーはどうかな。メジャー FA で、ね、メジャー顔じゃないですよね。私も今それを言おうと思ったので、私の吹き出しを読んだ今。メジャー顔じゃないですよね。そう、メジャーの顔じゃない。あ、地方側ですもん。どこに行くんだろうね。本当本当、メジャーは負けます。うん、あの大谷ぐらいの、うん、お料理ないと。本当本当。彼は地方、丹波があるところ。うん、それ褒めてるよね。うん、褒めてる。お米、はい、エネルギーになりますけどね。私は多分大瀬良が長崎なので、うん、大瀬良と今村なんですよ、うん、はい、そういうことで本当今日は急性に甘えて終わるという、はい、そん
んな感じ、403回目、はい、本日もでも今日収穫がありました。また出ていただくっていうのと上方先生もまた出ていただく今年4回ありましたからね、はい、もうで私は今年はちょっと本当に、うん、お金をかけようと、まあ、今宣伝してるんですけどここも開けていく感じ、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、はい、もうちょっと頑張ります、うん、はい、そういう感じでした、はい、はい、本日もありがとうございました。まだ流れてますからね、はい、まだ流れてますからね、はい。